んにちは。今日は四つん這いからの処理を紹介したいと思います。四つん這いの体勢でなかなか相手が倒れない時の処理の仕方なんですけど、一回片足を持ちます。で、ここは片足を上げながら自分がここの中に入り込んで、相手の手を外無双するようにして倒します。この時のポイントとして、この入りが浅いと相手も手を前に出したりしてかからないので、入りに行くときに深く入り込んで、武装して倒すという感じです。ポイントを意識して皆さんもぜひやってみてください。ありがとうございました。